来る日も来る日もボールを追いかけ、青春をバスケットボールに捧げ続けた2人のアスリートがいた。バスケないと今は生きていくことができない。バスケにかける情熱が少年を大学屈指の司令塔へと変えた。上手くなりたいっていう思いが一番強くて、無名だった高校時代から日本代表候補にまで成長したシンデレラガールは、大学で運命的な出会いを果たし輝き始めた。高みを目指し研鑽を積み続けた日々、その集大成となる全日本インカレで彼らに待っていたドラマとは。ザ・スターズ、バスケットボールに魅せられた若きアスリートの輝きを記録する。まず一人目は東海大学バスケットボール部の大倉壮太。2018年ルーキーながら司令塔として全日本インカレ優勝の原動力となりました。まあ、僕の武器はやっぱゲームをしっかりこうコントロールしてクリエイトして周りの選手を打たせたりだとか、まあ、そういう中で点数を取るっていうことが、まあ、僕のその得意としていることだと思うので。そんな大倉選手が次に目指すのが全日本インカレ連覇。目標をしっかりと見据え、コート以外でのトレーニングにも全力で取り組みます。トレーニングされて大学入って、なんかこう成果みたいなのを感じますか？はい、まず体重が7キロぐらい上がって、体脂肪率が変わらないまま、まあ、筋肉量だけで増やしたっていうのはあります。それがまあ感じやすいところですし、まあ、フィジカルの分で戦えるようになったなと。大倉選手ってバスケを始めたのはいつからなんですか？小学校1年です。それは何かきっかけがあったんですか？いや、兄がしてたからですね。小学生の頃にバスケを始め、中学高校とトップを走り続けてきた大倉選手。大学生になった今もその情熱は変わりません。僕がやってきた中では、まあ、一番盛り上がってると思いますし、まあ、その中で大学世代っていうのがもっと注目されて行かなきゃいけないと思いますし、その若い層がもっと盛り上げることができたらなっていうふうに思います。まあ、何が楽しいか、まあ、向いてるから僕にとって何がやりがいがあるか、バスケないと今は生きていくことができない。バスケを心から愛してやまない大倉選手に陸川監督も期待を寄せます。私から見て非常にバスケが大好きな、まあ、少年からちょっと大人になってきたところでね。ただ彼のいいのはね、すごいクレバ、バスケ IQ が高くて本当理解力早いです。でいろんなバスケットを、まあ、NBA や B が見てるので、そういう知識も豊富なんですよ。ですからこれからは周りにいい影響を与えるリーダーになってほしいなって思ってます。チームを勝利に導くため、司令塔として常に声を出しながら大会へ向けて集中力を高めていきます。まあ、やっぱりリーグインカレはもちろんぶち切って優勝することはもちろん目標ではありますし、 B リーグで活躍するのが夢であるので、僕にとって、まあ、最終的な目標なのかなっていうふうに思います。
再び大学日本一の栄冠へ。大倉選手にとって2度目の全日本インカレが始まります。1回戦を勝ち上がった東海大学は2回戦で九州共立大学と対戦。大倉選手は自らのシュートやパスでチームを引っ張っていきます。序盤からリードを奪い試合の主導権を握った東海大学はその後も順調に得点を重ねリードを広げます。結局最後まで安定した試合運びを見せた東海大学が74対54で勝利しました。そして続く準々決勝の相手は専修大学。前回大会決勝カードの再現となりました。試合は立ち上がりから一進一退の攻防が続く中、徐々にペースをつかんだ東海大学がリードを広げていきます。一時は20点差をつけるものの後半に入ると流れは一転、専修大学が驚異的な追い上げを見せます。ペースを取り戻したい東海大学ですが相手の厳しいディフェンスの前に攻撃のリズムを作れません。すると試合終盤残り1分を切った場面でついに逆転を許してしまいます。それでも最後まで諦めない東海大学はなんとか粘りを見せて同点に追いつきます。しかし残り3秒、相手にスリーポイントを決められて万事休す。74対71で敗れて全日本インカレ連覇の夢は終わりました。準々決勝で涙を飲んだ東海大学、そして大倉選手ですが、この悔しさを胸に秘め新たなシーズンで再び頂点を目指します。続いてのアスリートは東京医療保健大学バスケットボール部の永田萌。試合中の振る舞いとかコート外での振る舞いとかもしっかりできるかっこいい選手になっていきたいなって思います。全日本インカレで MVP に輝きチームの2連覇に貢献した彼女がキャプテンとして迎えるラストシーズン。バスケに対する姿勢は大事にしてて、一番早くシューティング始めたり一番練習したりっていう、なんかそういう姿勢をみんなに見せていくことでついていこうと思ってくれるんじゃないかなって思います。高校時代無名だった永田選手が大学バスケ界のトップへ成長を遂げるきっかけとなったのが恩塚監督との出会いでした。入ってきた時は野生児って感じですね。もうシンデレラガールみたいなもんですよね。恵まれた体型とかアスレチック能力っていうのはあるんですけど、やっぱり堅実にコツコツこう頑張ってきたからこそっていうのも見れて、僕自身もこう勉強になったし、チームにとってもやっぱりこうコツコツ頑張っていくってことが大切なんだなっていう、まあ、そういうモデルになってくれたんじゃないかなっていうので感謝してます。はい。これから授業。はい、授業です。
今日は何の授業ですか？今日臨床栄養学2っていう授業です。アスリートとして体調を管理する上で欠かせない栄養学の授業に励みます。とりあえず栄養士の免許だけはしっかり取って取ろうと思います。作りの、ね、ちょっとケチャップ雑。オムライスです。どうですか、お味は。おいしい。上出来上出来。キャプテンじゃないですか。でも優しいから、口調も優しいから、自分キレキレなんですよ。そういう役割もちゃんとビシッと言うのはとか自分みたいな。しっかりしてます。いや、そういうのじゃなくて。創部わずか14年で全日本インカレ2連覇の強豪に上り詰めた東京医療保険大学。そこには選手やチームの成長のため情熱を注ぎ続ける恩塚監督の指導がありました。前日からもう始まっていて、前日の練習が終わってたら、まあ、その日の練習のビデオを見て、で編集しながらポイントを整理して、で優先順位をつけておきます。100項目ぐらい、成長するってところまで自分のできることをちゃんと考えてやるって、成長するために練習してるんだからって、だそういうプログラムであったりフィードバックであったりっていうのは必要だなと。昨日よりも今日、今日よりも明日、永田選手は監督の教えを受けながらチームと共に一歩ずつ前へ進んでいきます。自分が成長できているのはその毎日の恩塚さんのご指導のおかげと思って。すげえな、初めて聞きました。ディフェンスがこう来たからこうするっていう、なんかバスケの考え方が自分は全然持ってプレーしてなかったんですよ、高校の時。ここまで考えないとやっぱダメなんだなっていうのは思いました。ビデオとかも見返したりしたし、空いてる時間あったらシューティングに来たりトレーニングしたりはしてますね。上手くなりたいっていう思いが一番強くて、どうやったら上手くなれるんだろうっていうのを考えて練習、毎日練習してきたからかなっては思いますね。たゆまぬ努力を重ね輝きを増した永田選手が挑む学生生活最後となる全日本インカレ。3連覇を目指し挑んだ東京医療保険大学は順当に勝ち進み、準決勝で拓殖大学と対戦します。序盤は互いに譲らない接戦となりますが、永田選手や平瀬選手が力強いカットインを見せるなど徐々に相手を圧倒していきます。その後も攻守に安定したプレーを展開した東京医療保険大学が92対73で勝利、決勝へ駒を進めます。迎えた決勝、相手は2016年に優勝経験のある強豪白鴎大学。日本一の称号をかけた大一番、両チームとも気迫あふれるプレーを見せ白熱の攻防を繰り広げます。東京医療保険大学は前半にリードを奪い試合を優位に展開しますが、後半に入ると白鴎大学も必死の反撃で食い下がります。
それでもチーム一丸となって戦う東京医療保険大学は相手に主導権を与えません。3連覇へ向け最後まで集中力を切らさず攻め続けます。そしてここで試合終了のホイッスル。72対60、東京医療保険大学が見事全日本インカレ3連覇を達成。前回大会に続き MVP を獲得して有終の美を飾った永田選手、今後はプロとして新たな舞台での活躍を誓います。